ちょっとごめん、さあ1枚になりました。これ最初難しいんだよね。いくぞいくぞ。もう鼻がすごいけどね。パフッ、やった。とにかく歩け、え、30分歩け、片道。それで往復1時間歩け、それ午前中で午後。仕事しとる人は、ね、ジムとかね、やった方がいい。水泳とかやった方がいい。仕事だけじゃダメだ。で、7時から7時までは、朝、夜7時から夜7時までは食べちゃいかん。ね、これは病院で教わった。で、糖尿病にならないから、ね、太らないしね。で、鏡見てお腹が出てたらダメ。ね。ね、それは食いすぎ。ね。ご飯一杯減らすこと。俺の、友達なんかね、25歳からジム行ってね、90キロをね、59キロにしたから、すごい、すごいって言ったもん。俺そんなん初めて見た。とにかく一生懸命やること、一日大切に。で、一歩一歩丁寧に歩くね。上と下はちゃんと見る、周り見るね。上、上下見ると転ぶからね、引っかかって、ね、木の根に引っかかって引っ転んでね、膝、赤チンでね、まあいろいろあった。またこれは言います。じゃあ。